駿河寺に新たな歴史、静岡マラソン2014、今スタートしました。静岡マラソンの第1回大会が開催されたのは今から10年前の2014年。静岡市で初となるフルマラソンに1万人を超すランナーが駆け抜けました。一般ランナーは走りとともに大会名物のエイドを楽しみますが、先頭集団では熾烈な優勝争いが。第1回大会では鈴木アスリートクラブの伊藤大河選手がスパートをかけ、富士通の福井誠選手が負けじと食いつきます。ただ伊藤選手が福井選手を振り切り、そのままゴール。静岡マラソンの栄えある初代チャンピオンとなりました。本当にこの第1回、記念すべき第1回で初優勝というのを目指して出場していたので、非常に嬉しく思っています。2017年の第4回大会ではレースがハイペースで進み、前年大会新記録で優勝したリザエ・マイケル選手と同じチームの鈴木忠選手の一騎打ちに。リザエ・マイケルが鈴木忠を突き放しました。これだけの距離になっています。37キロを過ぎたところでスパートをかけたリザエ・マイケル選手が2連覇を達成しました。そして5年前の第6回大会、レースは中盤から初出場の川内優輝選手と鈴木アスリートクラブ所属で第1回大会優勝者である伊藤大河選手のマッチレースとなりました。ここで川内が前に出ました。そして今35キロ通過。川内が前に出ました。やはり仕掛けました。35キロ地点で川内選手がペースを上げ勝負を仕掛けるも、伊藤選手も負けじと食らいつき、その後も2人はデッドヒートを繰り広げます。ここでまた川内が出る。伊藤が出て川内が出て、両者譲らない終盤のデッドヒートです。川内が出た。川内がぐんぐん離していく。ピタッとくっついていましたが、この距離が出ました。伊藤大がくっついていけるか。苦しい表情になりました。でもここからが強い男、川内優輝です。そして川内が出た。一気に離す、一気に離す。これが川内の強さ。苦しい中で引き離す力です。39キロ手前で川内選手が伊藤選手を引き離し、最後に意地を見せた川内選手が2時間13分41秒で静岡マラソン初出場ながら初優勝を果たしました。今日は本当途中から牽制レースになりましたので、これはもう優勝した方はいいけれど負けた方はあれだなっていうのがあったので、本当に何度か勝てて嬉しいです。歴代の大会でも多くの名場面を生んだ静岡マラソン。今大会には清水町出身の佐藤優輝選手や箱根駅伝などに出場経験のある稲田翔威選手など多くの実力者が参戦。今年もデッドヒートが予想されます。注目の静岡マラソンは10日日曜日に号砲です。